今日の舞台はパナソニックスタジアム吹田。天気は晴れ、最高のピッチコンディションで迎える一戦となりました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。この時間は国際フレンドリーマッチをお送りします。見どころの多い試合になりそうですね。福西さん、こうした代表戦に招集されることは選手としてこれ以上ない名誉だと思いますが、どんな気持ちで試合に臨むんでしょうか。人それぞれだとは思いますが、代表として恥ずかしくないプレーを見せたいという気持ちは誰でも持っていると思います。普段は国籍なんて意識しませんから、代表戦は特別な雰囲気がありますね。さあキックオフ。ボールを取りました。さてどうする。ゴールキックとなりました。イホラン、ここはインターセプト。しっかり予測していました。ラピノ、アレックス・モーガン、うまく読んだインターセプト。サマンサカー、さあスタジアムのテンションが上がります。キーパーがクロスボールを弾き出しました。ラピノ、リンジー・ホラン、ドリブルで崩します。どう動くか。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。これは2対1ですから、ゴールキーパーはノーチャンスでした。こうなってしまったらどうしようもありません。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。試合は早くも先制点。立ち上がり6分、得点が生まれました。サマンサカー、綺麗なタックルです。アレックス・モーガン、ここはシュートチャンス。ここは勝負どころ。このシュートはディフェンスがブロックしています。これはコーナーキックになりました。いいタックルでした。中に入れた。ここはしっかりクリアされました。切り込む。パスをこの位置で防ぎます。タメカバット、ここはカウンターアタックを狙うか。ゴールに向かっています。このパスはまっすぐ相手に渡ります。ダン、ジュリー・アーツ、リンジー・ホラン、アレックス・モーガン、ふかしてしまいました。アレックス・モーガン、前に進んでいます。キーパー焦らず対応しました。今のはかなりいいチャンスでしたよ。
あの距離から外すのはもったいないですね。タメかバット、いいボールを送りたい。ジュリー・アーツ、アレックス・モーガン、ここは味方を使います。リンジー・ホラン、キーパーがキャッチしました。バン・エグモント、サマンサカー、素晴らしい視野です。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。リンジー・ホラン、ラピノ、ジュリー・アーツ、スペースに見事なスルーパス、見事なセーブ、入れさせない。いいカットです。ボールを奪いました。ここはよくスペースが見えていました。これはコーナーキックです。ボールを入れました。ヘディングでつないだ。サイドコーナーです。ボールを入れた。ディフェンスが体に当てています。スルーパスが味方に通る。うまいパス。ここは大きくクリア。チャンスでした。このロブパスはよくスペースが見えていました。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ダン、タッチライン際を上がれそうです。行くしかない。これは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。これはあるか。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。カウンターのチャンス。ここは決めたい。ボールをドリブルで運んでいます。ここはインターセプト。しっかり予測していました。かまされた。これは対応がよくありませんね。飛びついて止めた。ラピノ、どうやらサイドをつけそうです。これはいけません。あっさりとパスカット。攻撃ムードに水を差す形になってしまいました。このパスミスは非常に痛い。スローインに変わります。リンジー・ホラン、このカットは大きい。しっかりと奪いました。サマンサカー、美しいパスですね。このシュートはディフェンスがブロックしています。コーナーから中へ打ってきましたが、大きく外れてしまっています。ソアブラン、サマンサ・メビス、
ボールを運びゴールに襲いかかります。そのまま前に進みたい。アメリカがゴール。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。ケイトリン・フォード、うまくボールを奪った。ジュリー・アーツ、アレックス・モーガン、ラピノ、見事な視野です。このプレーはチャンスにつながりません。ポル・キングホーン、バン・エグモント、視線が中にいった。さあ出すか。流れに乗ってまずは同点といきたいところでしょう。いや、何度見てもいいクロスですね。まで合わせる方もこれは外しようがないでしょう。こちらのカメラからの映像です。リンジー・ホラン、アレックス・モーガン、これはまずいパスでした。相手に渡ります。このパスは簡単にカットされました。さあスタジアムのテンションが上がります。さあどう来るのか。キーパー止めましたがまだインプレー。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。本日のフレンドリーマッチは前半が終了。さあキックオフ。ドリブルで崩します。どう動くか。このシュートはディフェンスがブロックしています。ふかしてしまいました。このシュートはディフェンスがブロックしています。ボールを運びゴールに襲いかかります。アメリカがゴール。視線が中にいった。さあ出すか。流れに乗ってまずは同点といきたいところでしょう。
これは相手にパスしてしまいました。相手に渡ります。いい形でゴール前まで持ってきました。リンジー・ホラン、ここはカウンターアタックを狙うか。スペースに見事なスルーパス。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。これはサイドを上がれそうです。ファーの選手を狙った。気は抜けない展開です。リンジー・ホラン、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。タックルが決まりましたがスローインです。さあ上げたい。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。カウンターを狙います。上がっていけるか。サマンサ・メビス、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。持ち替えずにそのまま打ちましたね。逆の足でこれだけのシュートが打てるわけですから、これは武器ですよ。別の角度からご覧ください。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。ダン・エグモント、この時間になっても高まる集中力、またしても止めます。サマンサ・メビス、サマンサカー、オーストラリアのフリーキックです。両チーム動きます。これは見事に奪いました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。ここはよくスペースが見えていました。これではキーパーに勝てません。味方の位置を確認する。マイナスのクロスを入れた。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。サマンサ・メビス、サイドへパスを出します。クロスを中央に入れた。このボールは相手にクリアされました。ケイトリン・フォード、このカットは大きい。しっかりと奪いました。高いパスが味方に出る。
交代選手は2名ピッチに向かいます。ここは冷静にペナルティを決めました。落ち着いて蹴りました。キーパーの動きをよく見ていましたね。スルーパスが味方に通る。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。すぐに失点を帳消しにしました。目まぐるしい展開です。この1点はいろいろな意味で大きいですね。素晴らしいゴールです。選手交代があるようです。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。ロイド、リンジー・ホラン、見事なスルーパス。アレックス・モーガン、これで3点目、ハットトリック達成です。これでハットトリック達成です。チームを勢いに乗せています。今日は絶好調ですね。別のアングルからご覧ください。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。ケイトリン・フォード、サマンサ・カいいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。前に進んでいます。難しい角度でしたが、悪くないシュートです。入る可能性は低かったと思いますが、相手に意識させるのは悪くないかもしれません。大原、トービン・ヒース、ロイド、パスが通ります。基本の動きではあるのですが、しっかり組織されていることが伺えます。目の前にスペースがあるようです。いいクロスが中に入った。うまく読んだインターセプト。シュートを狙う。あまり強いシュートではありません。楽々セーブしました。いい形でゴール前まで持ってきました。ビッグチャンスだ。止めました。止めました。
素晴らしい判断と反応でした。見事ですよ。コーナーからエリア内へ決めに来た。突き放すチャンスでしたが、これは入りません。結局ここまでずっと一方的な内容で試合が続いています。ボールを返します。誰も見ていなかったですね。いいパスだ。決まるかと思いましたが、見事なタックルでした。遠目からでしたが、いいシュートでしたね。もう少しで枠の内側でした。アレックス・モーガン。前に出しました。危険な位置です。緊張感が増してきます。どうする。ゴー。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。大量リードを許した状態で再びキックオフです。サポーターは勝利を確信しているかもしれません。期待に応える展開です。チーム力にも余裕がありますからね。それがスコアにも現れています。このまま行きたい。1対1となりましたが、キーパーが冷静に対応します。今のは阻止されて当然の攻撃でしたね。もったいない。もうチャンスは来ないかもしれませんよ。ロイド。リードしながらゲームは終盤に入りました。パスを回してボールを奪わせません。入ってきたぞ。アメリカがゴール。相手にとどめを刺す1点が決まりました。この状況でも攻め続けますね。あくまで攻め続けることで相手に隙を与えていません。攻守の切り替えが大事です。ディフェンスを置き去りにした。いいところに出た。まだボールは生きています。このシュート、ここでホイッスル。ホームチームの見事な勝利です。いや、圧巻のパフォーマンスでしたね。チームは相手を終始圧倒していました。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも現れています。
さすがといった内容でしたね。ボールを運びゴールに襲いかかります。アメリカがゴール。サマンサ・メビス。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、冷静にペナルティを決めました。スルーパスが味方に通る。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これでに見事なスルーパス。アレ君、どうする？ゴール！入ってきたぞ！アメリカがゴール！